ただいまから令和2年9月お呼びし議会定例会を再開いたします。直ちに本日の会議を開きます。ただいまの出席議員は16名で定速数に達しておりますので会議は成立しております。日程に入る前に諸般の報告をいたします。地方自治法第121条の規定に基づき桜井市長ほか関係者の出席を求めてあります。本日の議事日程は配布してありますので朗読を省略いたします。日程第1、議案第47号、令和2年度小矢部市一般会計補正予算第6号から議案第51号、財産の取得についてまでを一括して議題といたします。以上の議案については、各委員会に付託してありますので、その審査結果について、各委員長の報告を求めます。民政文教常任委員会委員長、吉田康弘君。民政文教常任委員会の報告をいたします。9月定例会におきまして民政文教常任委員会に付託されました諸案件につきまして去る9月14日当委員会を開催し審査いたしました結果を報告いたします。議案第47号令和2年度小矢部市一般会計補正予算第6号の歳出のうち第3巻民政費増額の3611万5000円、第4巻衛生費増額の1027万5000円、第10巻教育費増額の4772万5000円、議案第48号令和2年度小矢部市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号、議案第49号、令和2年度、小矢部市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号、議案第51号、財産の取得について、以上4議案については、採決の結果、それぞれ全会一致で原案のとおり、可決すべきものと決定いたしました。なお審査の過程において次の意見がありましたので申し述べます。1点目は新型コロナウイルス感染症について今後も感染拡大が予想されることから市民の方々への影響をしっかりと調査し生活支援の充実に努めること、また6月から小中学校の授業が通常通り再開されているが、一部の児童生徒が生活リズムを取り戻せていないという現状も見受けられる。各学校との連携を図り、対応を行うこと。2点目は、ギガスクール構想に基づき、学校現場において導入されるタブレット端末がより効果的に活用され、創造性を育む充実した教育ツールとなるよう運用方針を明確に定めること、またタブレット端末のメンテナンスや更新に備え維持管理計画の検討を始めること。3点目は新学校給食センター整備基本構想における整備適地エリア等の検討については今後の学校給食センターに求められる条件や機能について十分な検討を行うとともに、整備に必要な敷地面積などを勘案し、現有する私有地を最大限に活用することとの意見がありました。以上で
民政文教常任委員会の報告を終わります。総務産業建設常任委員会委員長、山室秀隆君。はい、総務産業建設常任委員会の報告をいたします。9月定例会におきまして、総務産業建設常任委員会に付託されました諸案件につきまして、去る9月15日、当委員会を開催し、審査いたしました結果を報告いたします。議案第47号、令和2年度小矢部市一般会計補正予算、第6号のうち、歳入増額の2億4199万3000円、歳出のうち第2巻総務費増額の1億1269万8000円、第5巻労働費財源構成、第6巻農林水産業費増額の5688万円、第7巻商工費減額の2170万円、地方債補正について、議案第50号、小矢部市ケーブルネットワーク施設の設営、設置及び管理に関する条例の一部改正について、以上2議案については、採決の結果、それぞれ全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。なお、審査の過程において、次の意見がありましたので、申し述べます。1点目は、指定管理者制度について、指定管理者が管理する施設の目的が最大限に発揮されるよう、管理運営となるよう指導すること、また、指定管理者選定にあたっては、募集要項作成段階から十分な検討を行うなど、より効果的で魅力ある施設運営となるよう努めること。2点目は、防災訓練について、新型コロナウイルス感染症に対応する訓練とするとともに、災害発生時等に適切な行動が取れるよう、実践的で実効性のある訓練を行い、市民の防災意識の向上を図ること。との意見がありました。以上で総務産業建設常任委員会の報告を終わらせていただきます。これより委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので質疑なしと認めます。これより上提議案に対する討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので討論なしと認めます。それでは上提議案について採決いたします。議案第47号、令和2年度小矢部市一般会計補正予算第6号から、議案第51号、財産の取得についてまでを
一括して採決いたします。以上のご議案に対する各委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成する諸君の起立を求めます。全員起立であります。よって議案第47号から議案第51号までは原案のとおり可決されました。日程第2議案第52号令和元年度小矢部市水道事業会計剰余金の処分についておよび認定第1号令和元年度小矢部市一般会計歳入歳出決算から認定第8号令和元年度小矢部市水道事業会計決算までの議案9件を一括議題といたします。以上の各案件については決算特別委員会に審査を付託してありますので、その審査結果につきまして決算特別委員長の報告を求めます。決算特別委員会委員長島田幸恵君。決算特別委員会の報告をいたします。9月定例会におきまして設置されました決算特別委員会を去る9月16日に開催し、付託されました議案第52号および認定第1号から認定第8号までの決算案件9件について審査いたしました結果を報告いたします。まず川原会計管理者から令和元年度各会計決算の概要について、また藤田代表監査委員から令和元年度各会計決算審査意見について説明を受けました。続いて当局から令和元年度小矢部市水道事業会計剰余金の処分および令和元年度小矢部市一般会計歳入歳出決算をはじめ各会計の決算概要説明がありました。なお細部にわたる決算審査につきましては議案の性格上閉会中もなお継続して審査すべきものと決定いたしました。以上で決算特別委員会の報告を終わります。以上で決算特別委員会の審査結果の報告を終わります。お諮りいたします。ただいまの決算特別委員会委員長からの報告のとおり決算認定議案9件については閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案9件については閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。日程第3、請願第1号、コロナ禍による需要の消滅と在庫増の影響から、米価下落を阻止するための請願を議題といたします。請願第1号については、総務産業建設常任委員会に付託してありますので、その審査結果について、総務産業建設常任委員長の報告を求めます。総務産業建設常任委員長、山室秀隆君。はい、総務産業建設委員会に付託されました請願第1号について、審査いたしました結果を報告いたします。請願第1号、コロナ禍による需要の消滅と在庫増の影響から、
米価下落を阻止するための請願については、採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。以上で報告を終わります。以上で総務産業建設常任委員会の審査結果の報告を終わります。これより委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので質疑なしと認めます。これより討論に入ります。討論の通告がありますので発言を許します。16番、砂田義明君。ただいま議題となっております請願第1号に賛成討論をいたします。2010年度から導入された農業者個別所得補償制度では10アラ当たり1万5000円を補助しておりました。これは日本の食料自給率向上のため、また農地が洪水調節など地域環境を保全する役割に着目して創設されたもので、世界ではヨーロッパやアメリカでは当たり前のように広く行われているものであります。フランスでは農家収入の8割、スイスの山岳部では 100%、 アメリカの穀物農家の収入は5割前後が政府からの補助金であります。ところが安倍政権はこれを廃止してしまい、米の需給調節をはじめ米価安定に対する国の責任も放棄してしまいました。今稲刈りの真っ最中ですが、暑い中草ネムという雑草を手で通る作業に精出していますが、これは生産費には含まれていないボランティアであります。今の米価は生産費を償うことができない状態であります。このため、子や孫に農業を継いでくれとは言えず、農家では後継者問題が深刻になっております。コロナ禍の下、世界各国では自国民の食料確保をはじめ、自国民の安全を最優先にする動きが当然のように起きております。日本でも国民生活を維持するために不可欠なものを輸入に頼るやり方を改め、自分の国で生産するようにし、食料自給率向上にしっかりと取り組むべきであります。安倍自公政権の下で、日本農業に対する国の責任を放棄してきたやり方を改める必要があります。こうしたもとでコロナが襲いかかったのであります。新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、飲食店の営業や旅行の自粛などが広がり、需要が急減、米の民間在庫が増大しております。外食産業、中敷き産業からの需要が落ち込み、米価下落が懸念されているわけであります。日本共産党は8月4日、農林水産大臣に備蓄米の買い入れ増などを申し入れました。要請では、政府備蓄米の買い入れを大幅に増やす、買い入れた主食用米をコロナ禍で苦境にある国民、学生や子ども食堂に供給する、非主食用に転換するに際しては、主食用米に見合う転換加算を行う、個別所得補償制度を復活する、国が需給安定に責任を果たす、このことを明確にする、これらを求めたわけであります。日本共産党の上智子参院議員は、
かつて200万トンあった政府備蓄が削減されてきたことに触れ、緊急の事態であり、備蓄米を増やしてほしいと主張いたしました。これに対して、農林水産大臣は、備蓄米買い入れを含め、何ができるか検討を進めるとは述べましたが、まだその方針は決まっておりません。農水省は、追加買い入れには慎重な姿勢を変えておらず、主食用米として作付けされている今年産の米の出荷先を飼料用などに変更するように生産者に呼びかけている始末であります。だからこそ、市議会として国に意見書を挙げて強く働きかける必要があるのであります。このことからぜひ皆さん賛成されますように訴えて、私の賛成討論といたします。13番、石田義弘君。この討論の前に、まず今般、富山県出身であります野上参議院議員が農林水産大臣に就任されたことは、小矢部氏の農業はもとより富山県にとっても大変心強くご活躍を期待するとともに、日本の農業が大きく飛躍することを強く望みたいと思っております。それでは、コロナ禍による需要の消滅と在庫増の影響から米価下落を阻止するための請願に、私は反対の立場から意見を申し上げたいと思います。2020年産米は人口減少や新型コロナウイルスの影響で需要が減る一方、主産地の作柄が良好で供給が前年を上回り、需要が緩む可能性が高まっております。全国 JA グループは、米の需給安定に向けた方策を9月10日に明らかにしております。全中の試算によると、2020年7月から2021年6月の供給量を932万トンとし、一方、同時期の需要量を703万トンとしております。この差額、2021年6月末の民間在庫量が229万トンと予想されております。これによると、この試算によると、米価への影響が懸念されるため、JA グループでは、2020年産米については、過剰分229万トンを2021年11月以降に計画的に販売し、また、販売の長期化による保管費用についても助成を検討していることであり、米価下落の対策を立てております。また、備蓄米は不作が2年連続した場合に退去しうる水準とし、100万トン程度を備蓄し運用しております。毎年、発種前に20万トン程度を買い入れ、通常5年持ち越し米となった段階で、飼料用米等として運用し、食料危機に備えております。なお、意見書の中にもありましたが、今年度はすでに備蓄米を子ども食堂等へ無償提供がなされております。したがって、今回の意見書についてはすでに対策がなされ、実施されていることを踏まえ、あえて意見書を提出することについては、賛同しかねず、反対といたします。終わります。以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論を終わります。それでは
請願第1号について採決いたします。請願第1号に対する委員長報告は不採択であります。請願第1号を採択することに賛成する諸君の起立を求めます。賛成少数であります。よって、請願第1号については、不採択とすることに決定いたしました。日程第4、議員提出議案第1号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書を議題といたします。議案は配布してありますので、朗読を省略いたします。提案理由の説明を求めます。15番、沼田信義君。提案理由の説明をいたします。新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、我が国は戦後最大の経済危機に直面しており、本年度はもとより来年度においても地方税、地方交付税など一般財源の激減が避けがたくなってきております。本市においても医療介護子育てなど喫緊の財政需要の課題をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想されます。よって、国におかれては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、地方の安定的な財政運営に必要な地方税財源を確保されるよう強く要望いたします。以上、議員諸経のご賛同をお願いいたします。提案理由の説明を終わります。これより上程議案に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。お諮りいたします。ただいま上程いたしました議案は、会議規則第37条第3項の規定に基づき、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、上程議案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより上程議案に対する討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。それでは、上程議案について採決いたします。議員提出議案第1号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書について、原案のとおりに決定することに賛成する諸君の起立を求めます。全員起立であります。よって、議員提出議案第1号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書については、原案のとおり可決されました。暫時休憩いたします。着席のまま休憩願います。休憩前に引き続き会議を再開いたします。ただいまの出席議員は15名で、
定足数に達しておりますので、会議は成立しております。直ちに会議を開きます。日程第5、同意第24号、小矢部市監査委員の選任同意についてを議題といたします。議案は配布してありますので、朗読を省略いたします。提案理由の説明を求めます。市長、桜井盛雄君。ただいま提出いたしました議案についてご説明を申し上げます。同意第24号は、小矢部市監査委員の選任同意についてであります。これは委員であります、石田義弘氏が、令和2年9月18日をもって辞職したことに伴い、議会の同意を得て、小矢部市芹川1365番地、福島正力氏を新たに選任しようとするものであります。何卒慎重なご審議の上、同意を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。提案理由の説明を終わります。これより、条定議案に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ、通告がありませんので、質疑なしと認めます。お諮りいたします。ただいま上程いたしました議案は、会議規則第37条第3項の規定に基づき、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、上程議案は委員会付託を省略することに決定いたしました。それでは、上程議案について採決いたします。同意第24号、小矢部市監査委員の選任同意について、これに同意することに賛成する諸君の起立を求めます。全員起立であります。よって、同意第24号については、これに同意することに決定いたしました。日程第6、同意第25号、小矢部市教育委員会委員の任命同意についてを議題といたします。議案は配布してありますので、朗読を省略いたします。提案理由の説明を求めます。市長、桜井盛雄君。ただいま提出いたしました議案についてご説明を申し上げます。同意第25号は、小矢部市教育委員会委員の任命同意についてであります。これは委員であります、石野正一氏の任期が、令和2年12月22日をもって満了となりますので、議会の同意を得て、再び同氏を任命しようとするものであります。何とぞ慎重なご審議の上、同意をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。提案理由の説明を終わります。これより、上程議案に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ、通告がありませんので、質疑なしと認めます。お諮りいたします。ただいま、上程いたしました議案は、会議規則第37条第3項の規定に基づき、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって、上程議案は委員会付託を省略することに決定いたしました。それでは、上程議案について採決いたします。同意第25号、小矢部市教育委員会委員の任命同意について、これに同意することに賛成する諸君の起立を求めます。全員起立であります。よって、
同意第25号については、これに同意することに決定いたしました。日程第7、同意第26号、小矢部市固定資産評価審査委員会委員の選任同意についてを議題といたします。議案は配布してありますので、朗読を省略いたします。提案理由の説明を求めます。市長、櫻井盛雄君。ただいま提出いたしました議案についてご説明を申し上げます。同意第26号は、小矢部市固定資産評価審査委員会委員の選任同意についてであります。これは委員であります坂田幸宏氏の任期が令和2年10月30日をもって満了となりますので、議会の同意を得て、小矢部市芹川4053番地、福島利正氏を新たに選任しようとするものであります。何卒慎重なご審議の上、同意をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。提案理由の説明を終わります。これより、条定議案に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。お諮りいたします。ただいま、上程いたしました議案は、会議規則第37条第3項の規定に基づき、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、上程議案は委員会付託を省略することに決定いたしました。それでは、上程議案について採決いたします。同意第26号、小矢部市固定資産評価審査委員会委員の選任同意について、これに同意することに賛成する諸君の起立を求めます。全員起立であります。よって、同意第26号については、これに同意することに決定いたしました。日程第8、諮問第1号、人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題といたします。議案は配布してありますので、朗読を省略いたします。提案理由の説明を求めます。市長、櫻井盛雄君。ただいま提出いたしました議案についてご説明を申し上げます。諮問第1号は人権擁護委員の候補者の推薦についてであります。これは委員であります渋谷由紀子氏の任期が令和2年12月31日をもって満了となりますので、議会の意見を求め、小矢部市野花76番地3、笹島康代氏を新たに候補者として法務大臣に対し推薦をしようとするものであります。何卒慎重なご審議の上、ご意見をいただきますようお願いを申し上げます。提案理由の説明を終わります。これより上程議案に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。お諮りいたします。ただいま上程いたしました議案は、会議規則第37条第3項の規定に基づき、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、上程議案は委員会付託を省略することに決定いたしました。それでは、上程議案について採決いたします。諮問第1号、人権擁護委員の候補者の推薦について、この候補者を適任とすることに賛成する諸君の起立を求めます。全員起立であります。よって、諮問第1号については、これを適任とすることに決定いたしました。
日程第9、閉会中の継続審査についてを議題といたします。各委員長からの閉会中の継続審査の申し出があります。申し出書は配布してありますので、ご了承を願います。お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。以上で、本定例会に付議されました諸案件の審議はすべて終了いたしました。これをもちまして、令和2年9月、小矢部市議会定例会を閉会いたします。